これ森中さん、岩本は2点で抑えたという見方でその方がいいんですかね。でしょうね、だけど自分のフォアボールを出した、そこですよね、2人を返しているのがね、国保吉永、まあ、確かにもったいないという、まあ、上田監督があの国保にストレートのフォアボール、まあ、大きな声を出したんですが、なんかやっぱりこう気持ちが分かりますし、まあ、本当にピッチャーは一生懸命こう1球ずつを投げてはいるんですが、どっかでやっぱりそういうなんか気持ちが、ね、出てしまうという、やっぱり打たれたくないという気持ちですよね、それがちょっとした逃げに走っているような形でフォアボールですよね、でそれで次すぐダブルプレーでも取れればいいんですけれどもね。そうなんですよね、さあそしてこの4回です。4回の裏の日本ハムは西浦がバッターボックスです。これで今度は若田部が森永さん、これどうなるんですか。これで1点リードになりましたね、逆にね。だから点数なんか気にして投げるなよって言われて、マウンドに送られてると思いますよ。そうすると逆に気にしちゃうとかね、おっとピッチャー返しはセンターに来ました。センターはヒッツ、ノーアウト1塁です。先頭バッターを出しました。まあファーボールで出すよりはヒットの方がいいんでしょうが、いいでしょうね、だけどあまりいい当たりでされるとね、俺の球力ないのかなっていうような意識持ちますしね、これやっぱり甘いとこですよね、フォークが落ちてないんですね、ですよね、さあノーアウト一塁です。そしてバッターボックスにはこの後は藤島、野口、金子、下位打線になりますが、その藤島、まあ、とりあえずはこうバントの構えもしていますが、まあ、これ日本ハムから言ったらやっぱり昨日負けていますから連敗だけは避けたいという格好になりますから、ね、そうですよね、今日負けると3連敗、になりますよね、3連勝した意味がなくなりますからね、そうなんですよ、その前のね、まあ、そういう意味ではやっぱり首位攻防ということを考えれば確かにこう連敗だけは避けないといけないんですが、そうですよね、はい、3連戦の初戦を取るということで、3連勝もあるし勝ち越しもあるわけですよね、だから昨日のゲームなんかがやっぱり痛いんですよ ね、 ですよね、だから大変はやっぱりエースの工藤で取ってますよ ね、 ね、はい、そして藤島、それとやっぱり首位にいるチームは相手がくれたチャンスをものにしますね、昔の西武ってそうでしたよね、そうなんですね、ヒットは少ないんだけど相手がエラーなんかするとそこへ突き入っても結果的には勝っているという、そんなゲームだった、しかし若田目もとにかく先ほども言いましたが、まあ、前回のゲームで本当に久しぶり、まあ97年の10月7日以来という、まあ、582日ぶりで白星を得たわけですから、まあ、これが本物かどうかというのはやっぱり今日のゲームかかっています。さて上野さん、はい、その若田部投手なんですけども、さっき、ね、当たった球どうやら右足の太ももが、ランナースタート、そして送球されてタッチはセーフになった、これはセーフになりました、盗塁成功です。ランナーはセカンドに進塁です。ノーアウトランナーはセカンド、そしてボールカウンターワンツーです。こういった格好で仕掛けてまいりましたが、はい、堀内さん、はい、すいません、その若田部投手なんですけども、さっき当たった場所、どうやら右足の太ももの内側に当たってしまったそうなんです、右足の太もも内側、そうなんです、なるほど、で、まあ、ボールの形がくっきりで、はい、まあ、結構まともにダメージを受けたということなんですけども、まあ、本人は大丈夫だから、はい、まあ、続投するということですけども、ちょっと心配ですよ ね、 なるほどね、見たんですか当たった後、私は見てないんですけども、そういう話ですね、はい、リポーターですから見に行けないですよね、はい、男性のはね、まあしかしまともに当たった、おっとこれセカンドが飛び出しているが、あーっと投げられない、これは城島逆を突かれました、そのまま西浦三塁まで行きました、記録は盗塁です。これは森永さん、どういうふうにこれ表現すればいいんですか。早くね、リードが大きかったのに、はい、早く投げすぎですよね、ちょっと追っかけてもいいんですよ、ところがやっぱりそう言っても、はい、キャッチャーは瞬間投げるんですけれども、セカンドでね、投げるんですけれども、はい、進塁させちゃいけないんですよ ね、 ですよね、投げるんだったら逆でしょう、だけど今の位置だとボール持って、はい、様子見て戻る方向に投げるのが正解なんですけどね、はい、まあ、セーフになってもしょうがないというセカンドでね、からですからセカンドで投げた段階では西浦としては締めたという気持ち、これひょっとしてあったかも分かりません、さあノーアウト3塁、そしてバッター藤島、ボールカウンター2エン2で打ってきて、これは三遊間はサード取りました、
2円2からさっきも言ったけど、はい、やっぱりこういうところのバッティングですよね。なんか淡白でしたね今ね、ワンアウト3塁です。上田監督がサインを出します。ここはバッター野口になりますが、まあ、2対して1点差で1点をリードされている、まあ、日本ハムなんですが、前進守備になると、はい、野口のバッティングだったから、だったら何とかするという、はい、ベンチの考えあるんじゃないですかね。だからスクイズはないと思うんですがね、はい、ないですか、スクイズやって同点でしょ、はい、この先ゲームまだ分かんないですからね、間抜けると思ってバッティングさせた方がいいと思いますね、はい、さあその野口です。打ってきました。これファールになります。ということは今日のこの若田に対して野口のバッティングはどんな風になるんですか。やっぱりボールもね、重いボールが投げられるということですが、まあ、打ち返せると思いますよ、はい、そんなに大振りしなきゃいいわけですからね。あ、大振りをね、さあその野口ワンナッツの投球2球目、ワンアウトランナーは三塁、同点のチャンス日本ハム。打って、そしてこれは詰まった当たりがセンターはさあどうだ、西浦どうするか、これは浅いぞ、そして西浦はストップです。結局西浦はそのままです。浅すぎました。センターの村松です。受けたかも分かんないですね。なるほど、あのボールがそれてカットマンに入ってたわけでしょ、まあ、スタートをした、そしてモーションをかけた、で古谷コーチが当然のように止めました。したがって西浦はこのホームへ着くことはできません。ツーアウト三塁です。まあ三塁コーチの古谷の考えでは、はい、やっぱり金子に期待しているところもあるんじゃないですかね。なるほどね、まあ、チームの勢いともあるんでしょうが、まあ、この前はその大栄がね、浅い飛球で秋山のね、浅い飛球で小久保が突っ込んでサヨナラ勝ちというね、ことがありました。まあ、場面は確かに違うんですが、バッター金子です。3割2分7厘、コーチャーが躊躇しているということ自体がおかしいですね、アウトになってもいいから、はい、思い切ってスタートですね、ノーバウンドで帰ってきてストライクだったら別ですけど、はいはいはい、これもし確かに得点なしに終わってしまうとなんか悔やまれるようなそんな、ね、感じもありますね、まあ、ここで金子はね、長期にするようなヒット打ってくれればね、問題なんでしょうかね。大栄さんは3割5分っています。ホームランも1本、昨日工藤から打ちました。久しぶりに手応えを感じるホームランと話をしていたんですが、ライトです。ライトの前に落ちました。ヒット西浦ホームインです。2対2同点になりました。渋いヒット打ちました金子です。2対2の同点です。いや、詰まりながらも飛んでいった方向が低かったですね、セカンド後方ライトの前。いや、これでね、はい、やっぱり三塁コーチャー古谷も救われますね。今のしかしインコースの低めでね、結構難しいボールなんですが、右方向よく打ってきました。打ち勝って、あの投げ勝ってるんですよね、はい、若田部はね、さあそして打順は1番です。しかしこれ3回の裏、このバッターボックス上田の一発から森中さん、なんか動きますね。そうですね、ね、やっぱり点が入らないとやっぱりピッチャーのペースでスーッともね、はい、言ってるような、また1点入ると動くんですよね、ゲームね、上田さん、はい、その上田選手のホームランダーなんですけれども、はいはいはい、本人はよく分からなかったんですけれども、まあ、場内のモニターで見る限りチェンジアップみたいだったというふうにおっしゃっていました、それで感触の方はいい手応えでとても嬉しかったということです、なるほどね、確かに手応えはあったでしょう。もうライナー性が右中間の一番深いところで入ってきました。今シーズン第2号のホームラン、堀内リポーターが伝えてくれました。意外と打ったボールは分からないというコメントもバッターよくありますよね。ありますね、で後で見て、ああやチェンジアップかっていうね、はい、私らでもそうですもん、瞬間分かんないときあっても、モニター
でもう一回見て、ああチェンジアップかなっていうフォークかなっていうね、その上田です。ワン・ツーファウです。まあ、しかし若田部もここでやっぱり抑えておかなきゃいけないですね。これ出しちゃうとまた2番ね小笠原来ますし、そうですよ、まだ逆転されてないわけですけどもね。そうですね、はい、だけどすぐ点取られちゃいけないんですよね。なんですよね、あのピッチャーとよくあの取ってもらったらよ、はい、次のイニング抑えることによってね、主導権持てるわけですよ、はい、これは振っています。上田は三振です。しかしこの回は、まあ、西浦の盗塁が2つという、ある意味ではこの大栄の守備の松さというのもあったんですが、それがまあ1点になりました。4回終わっています。2対2の同点です。